イマックカードのソフトバンク戦が終了したところから今回物語を再開していきます。まだ今シーズンの初安打が出てないので、まあ、なんとかその打つところをこの動画でお届けしていきたい。これからホームでの西武戦、日ハム戦とあるんで、まあ、どこまで進めるか予定は立ててません。まあ、とりあえずでも1安打打って終わろうとは考えてるんでね。まずは移動してホームの幕張千葉へと行くことになるね。で、なんかホームだとできるイベントとかあったりするのかな。まあ、今日は練習なんでね、もうひたすらに今ミート練習してミート能力上げてるんで、だいぶ上がってますよ。初期 F の28くらいからで、今 F の31なんでね、調子が普通になったらなんでだよこれから幕張デビューっていうところなのね、タイミング悪いなぁ。また練習していこうか。今日はまあフリーだから色々とデッキはするんだけど、まあ練習でミート強化で、あとちょっとで32になれたのに、31で次のゲーム西武戦、これスタメンで出ることはおそらくまたできないと思うんで、途中出場かな。まあ、今回も守備、走塁、打撃、機会があれば全部やっていこうと思うわ。うん、やっぱり途中出場になるね。ずっとこんな感じなんかな、スタメン取らないと。それなんか寂しくない？まあ別に来シーズンの契約さえもらえればね、その代打の切り札とか途中で出てくる要因でもいいはいいけど、やっぱスタメンで契約をもらいたいよな。それ一番かっこいいんで。でもレアードに勝たんとあかんからね。レアード。もう選手のタイプが違いすぎて、勝つ負けるの話じゃないような気がする。ただまだレアード今シーズンの初ホームラン打ってないよ。打点もないね。求められてる活躍はできてないって感じ。なら今チャンスじゃない？あまりノリに乗ってないレアードなんで、今のうちに立場を奪うじゃないけど、なんかそんなことしていきたいな。はい、機会は与えろよ。あ、来た。はい、鳥谷敬の幕張デビューです。ワンアウトランナー一塁。状況的には送りバントまたしてもいいような。いや、でもここは打ちに行こうか、やっぱり。せっかくですしね。ロッテのファンがたくさんいる中の打席だよ。バントで逃げちゃダメでしょ。打ちに行こう。ピッチャーは高橋か。スタミナ切れかけやけど、まだ投げてる。だからチャンスだよ。風もなんかビュービューに吹いてるね。ライト方向に。追い風だよ、これ。あっち方面に打てば、ちょっとあるかもしれない。初安打がホームランだったらすげえとは思うけど。まあ、期待すんな。出ねえわ、そんな。で、これ、加藤も動いてほしくないね。ランナー二塁になるとチャンス G になるんだよ。発動するんだよ。動くなよ、お前そこずっと折れよ。第4球を加藤、動くなよ、もう派手にいっちゃった。行くつもりじゃなかったのに。ほんでこれ遊撃手守ることなんねん。試合後半は絶対にな。このまま終わりたくないわ。せっかくの幕張デビュー戦すごく寂しいよ。何もしてないもん。加藤が余計に盗塁仕掛けるからね、当てに行くつもりなかった球打ちに行って凡退して、あれがここのデビューの初打席やからね、かっこ悪くて仕方がね。これはピッチャーさばいて、よしよしよし。さあ、この流れでどうだろうな、9回裏。いや、ランナーさえ出ればチャンスはあると思うよ、鳥谷の打席。あー、でもなかった。10回突入。はい、三振。おっ、増田いいね。さあ、来い、鳥谷の打席。この後やね、加藤の後や。加藤が出塁、またするとかはなかった。さあ、2打席目ですよ。このまま終わるつもりはねえぞ、幕張のデビュー戦。来いや。あたら、ピッチャー増田。絶好調の増田とか、もうノーチャンすぎる。打ったら奇跡だよ。いや、無理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 。こんな。勝負になってないよ。今バリバリの選手ともう衰えた選手だからね。こうなるのは必然的な歯なし。12回来ちゃったね。守備機会もないからここまで。もうただいる人だよ試合後半に出てきて今もいる人。何この人、邪魔やな。いらへんわ。かっこ悪いし、もう見てるだけ。一番の特等席で見てるファン、おっさん何これ。結局一度も来ることなく。さあ、12回裏打席は回るのか、ロッテは勝てるのか。これはランナーが2人出れば鳥谷に回るんでね。さあ、どうや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 。おっ、あ、いや、え、今2人出てたような気がするんですけど、え、どうなった。え、変えられたとかじゃない今。変え、え、どうだろう。ちょっと確認をさせていただきたい。結果引き分けで終わりました。鳥谷は、あ、変えられてはないわ。あ、なるほどね。加藤のセカンドゴロでゲームセットってことね。
ね。加藤が繋いでいてくれたらよかったんですけど、鳥谷の打席で余計な盗塁仕掛けて、お前それで鳥谷アウトになるわ、それでいてお前は最後打ちもしねえわで、なんか印象悪いっすね。でも加藤を攻めたって何にも始まらないんでね、己が凡退した。これで出場ゲーム3試合連続監督の評価を下げることになりますな。ちょっとまずいかもしれない、いきなりあるかもしれない。どうなるんでしょうか。ミートが1上がりました。それは朗報。あ、でも試合終わりに監督からじきじき2軍に行けとかなかったんでね、次もまた幕張でのゲームになります。西武戦やっていきましょう。もちろんですけどやっていきますよ。今日もいや、レアド絶不調であれば今日鳥谷でいいような気がするんだけどな。好調不調でスタメンを外すみたいなことはゲームはしないか、 CPU はね。俺はよくするけど、鳥谷の方が今日はいい結果。いやー、それでも絶不調のレアードの方が力あるか。鳥谷の現状も考えたらね、納得してしまう今がやっぱ悲しいわ。まあ、これはまた試合後半までちょっとスキップしてね、どういう展開。おーおーおお、西武打線に捕まったロッテの投手、ワイでチャンスで回ってきた。もういろんなことありすぎるやろお前。5回何があったんか知りてえけど、まずはこの打席や。6回に代打送られるのはこれ初めてやね、4試合目にして。これまで基本7回以降だったんですけど、ただチャンスやからな。ドラ1の宮川、球が速い、やりづらい投手やで、ね、うわーで今日の風やべえ、8メートルの向かい風、この打球伸びへんよ。強振で捉えても内野が限界かもしれない。絶対無理だ、まず当てれねえ、こんなちっちゃすぎて。でなんか D ゲームだとこの球場見づらくない、球俺なんか見えてないんだけど、球場の土と同化して。あ、もう当たった、当たったけど当たっただけ、インフィールドフライ出ない。まだ出ない。その後守備つく、もうたまには代打だけで終わらせてくれよお前。絶対守備つく流れやんけ。だから今スタメンで出てる遊撃士のとこに毎回代打送られるんよね。これ毎回誰のとこに送られたんの、俺そこちゃんと確認してないからさ。あ、藤岡ね、なるほど、能力はこれですよ。いや、守備能力とか打力考えたらさ、チャンスにも強い藤岡なんで、試合終盤でわざわざあのチャンスの場面でこの男を出す、バカじゃん。井口監督バカじゃん。第3球を投げた、打ちました、ボールはライナーで宇宙間へヒット、ライトバックオーバー。おお、マーティンの方、おーすげえ、さすがやね。今もうショートからただ見守ってただけだけど、余裕のアウトやで。ボール到着した時にランナー全然いなかった、3メートル付近いなかったよね、ホームベースの付近にね。そこに興奮しちゃってるけどさ、打席2打席目来たよこれ。なんか今能力上がってる。なるほど、チャンスメイクの能力ね、回のリードオフなんで。わっしゃい、打った、今シーズン初安打で、これは長打やな。よっしゃー、とりあえず始まった鳥谷敬のレジェンド物語、本当の意味でのね始まりを告げて。いやいや、こっから返してもらわないとな。もう展開的に打ったところで正直意味ないけど。ほんで今の二塁打によって通算352塁打1本リーチをかけましたね。よし、まあそれもですね、この先必ず成し遂げることになるでしょう。あと1本がこの先打てないなんてことがあったら、それ来年の契約もらえないってことになるんだね。ちょっと待って、打てよお前田村、荻野打ってよ、もう絶対返してや。今季の8出塁、まあこの後得点に絡んだとしてもね、意味のないっちゃ意味がないけど、鳥谷的には意味があんねん、チーム的に意味はなくてもね。何見とんねん。もうこういう展開なんやからバット振れや。何ここに来て耐久してんの、意味のない耐久だよ。当たった、どうや、あーダメ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 、危ない危ない危ない。さっきいい肩を見せたマーティン、あのなんか場面を見たことによってなんかヒット出たな、あの流れで。興奮したままの流れでね。おお、ファウル、特大のすごい勢いの、あー落ちないな。せっかくの初安打、初出塁は得点に絡めず、ゲームセット。3対8で負けるゲーム展開の中打つっていうのはファンとしてはどうなんだろうね。いやいや、もうこの球団のこのファンであれば、もうこの1本でポジってると思うよ。全然やれるやん、なんで阪神はクビにしたんだろうねみたいなこと言ってるなんか顔。ロッテファンの顔が想像できますね。ただ俺としてはやっぱいい場面で打って、それでチームを勝たせるっていうのがさ、一番の理想なんで、そうしていきたかったっすね。
ツーベースヒット、まあ確か出ました。打ったコースも確認していきましょうか。低めに来たナックルカーブ、相手投手は森脇ですね、その投手から打ったのがロッテに移籍してきての初安打、それが長打でしたね。いや、あのコース打てたの正直予想外というか、やっぱりなんかマーティンの肩に興奮してある意味冷静じゃなかった頃こそ打てたって感じかな。冷静だとあんなコース多分手出しに行ってねえから勢いとかそのままに出た1安打でした。おーで大量得点ロッテね、まあ、その中ノーアウトランナー1塁で打席迎えたんで立て続けに打っていこう。2安打目を出してやるぞ。さあ来い。ピッチャー左ピッチャーか、何で初対決のような気がする。左とあったっけな、これまで公式戦ではこれが初やな、まあ、球そんな速くないんで。あと左ピッチャーのくせに対左についてるんでね、互いについとるわ苦手同士の対決かい、なんやねんこれ。相性で言ったらどっちも最悪なんだけど、打つのは鳥谷であってほしかった。ダメやな。はい、最後試合を締めてゲームセットをできれば2試合連続安打で監督の評価を積み重ねたかったんですけどね、まあ、その分チームは勝ったので、まあ、それはそれでいいかな。おっと安田本日3打点の大活躍。おお、今季の第1号打ってるわ。プロ第1号ってわけではないですよね確か。あ、まず鳥谷の評価は下がりますこんだけ勝ったゲームなんで、別に個人が1打席凡退しただけならさ、見逃してほしいというかさ、なんかそういう、優しさが欲しいですね、ピーマンは。なんやねん、お前、こんな展開で鳥谷の評価下がるんかいっていう、こちらからしたらなんかそういう気分、思いはあるけどね。安田の年度別成績見ていくと、うん、プロ第1号は2018年リアルで打ってる選手なんで、だから2020年、今放ったホームランというのは第2号目ですね、通算。ここまで4割1分7厘、12打数の5安打、1ホーマー5打点なんでね、おいおいおい、もしかして覚醒しちゃった？現在の能力はまだ覚醒したとは言い難いけどね。ただ、こっから能力が上がると、それこそ数字通りの能力になって、能力通りの成績になりますよ、この先。そうなったら、ロッテは間違いなく強くなれると思うしね。現状ね、開幕スタートは結構成功してると思いますよ、順位表を見る限り。ほら、2位につけてるんでね。でも今、オリックスが1位にいる状況なので、うん、ほんでソフトバンクが6位でしょ？だから、こんな短期間の結果、何の意味もないっていうこと。じゃあ、動画の最後ね、今フリーなので、ここだけプレイして、次回以降またこの続きから始めようと思うわ。さっき安田ホームラン打ってたんでね、ちょっとなんか祝福してあげようかな。先輩として飯に連れていく、いいんじゃない？なんかもしもしって嫌な感じやけど。あ、鳥谷さんですか？なんやねん、その感じ。もうちょっとリスペクトせえや、お前。食事に誘う。食事ですか？わかりました。行きましょう。急にテンション上がったね。練習しようとか言ったら絶対嫌な顔したと思うよ。安田と食事をした普通の居酒屋でファンがめっちゃいそうな場所で。安田に飯をおごった。あざーす。ノリが軽い。10万円、こんな場所で10万円だ。お前、いくら食ったんやっちゅう話になるぞ。おかしいね。意外に高いのかな。すんげえ、庶民的な、そんな感じだったもんね。わかんねえな、この世界の物価とかそういうことはね。まあ、とりあえず今回の動画に関しては何度も言う通り、初安打打てたので西武戦で終わりにして、次回またこの続きから始めていきたいと思います。